メコノプシス属は、ケシモクケシカノ属の一つ。西ヨーロッパと中央アジア、ヒマラヤの鉱山地帯、ミャンマー北部及び中国横断山脈という、隔離分布をする一年生もしくは多年生の総本植物であり、50種近くが知られている。ただしヨーロッパに産するのは、エムケインブリカただ一種のみである。ヨーロッパ以外に算する種は、容易に主観で交雑し、 発が可能な雑種を生じるが、これは系統的な分類がされていないゆえの可能性が高い。消し族とは多くの共通する特徴を有するが、家中が明瞭に認められる点により区別される。属名のメコノプシスメキナプシスは、消しに似たという意味のギリシャ語で、直訳すれば、刺し詰め、消しもどきである。 この俗名がそのまま園芸名としても通用するので、特には名は定められていないが、本族代表種 M ビトナスイホーリアの俗称、ヒマラヤの青いけしにちなんだ青い消しという金表記がされることがある。もっとも、本族自体が登山家や園芸愛好家以外にあまり知られていないこともあり、全く使われていない。なお中国名は緑、十四模擬である。 種の多くが開花後枯しする一年生植物で生育環境にうるさく種子の発芽率も良くないので継続して栽培するのが非常に難しいことで有名である。そうでなくても高山帯が原産地のため暑さには極端に弱く、故に日本の多くの地域では夏が越せず栽培は格段に難しいとされる。しかし日本でも北海道、東北地方、 中部地方などの山岳地帯や日本に比べて寒冷な気候のヨーロッパにおいては比較的栽培しやすいといった特徴の多くが消し属と共通する。ただし、花弁は多くの種が同一種内でも枚数が一定しておらず株によって6から8枚の花びらをつけることもある。また毛に関してもほとんど無毛の M ケインブリカからサボテンのような棘を備えた M ホーリデューラまでと様々である。 大きな種では草丈が最大2メートルを超えるが数十センチメートルから1.5メートル程度までのものがほとんどである。どの種も湿潤な環境を好む。ヒマラヤ山種には青い花を咲かせる種があり、それらはヒマラヤの青い消しとして非常に有名であるが、本種の分布の中心はチベットから中国西部にかけてであり、ヒマラヤはむしろ分布の変異域にあたる。 園芸化されているものも中国西部産の種が多い。青以外の花色も赤、ピンク、木、クリーム、紫、白とバラエティに富、プリムラなどと同じく花色に赤、青、木の三原色が含まれている数少ない植物属の一つである。鉱山体に分布する種は標高によって自生している。種類が異なるが、ヨーロッパ産のエム・ケインブリカは、 低山体などにごく普通に生える雑草である。神秘的な青い花を咲かせる種のいくつかが山野草として栽培されるが、上述したように栽培が非常に難しい。ヨーロッパ産のエム・ケインブリカは、こぼれ種で増えるほどなので栽培は容易で、園芸植物として栽培もされている。しかし果色が木やオレンジといった他のケシカ植物と同じであり、 園芸植物としてはいささか物足りない感がある。なお、日本においては、また、冷涼な気候の地域では、露地栽培による群生を干渉することもでき、特に、長野県下稲郡大鹿村の大池高原にある、中村農園では、国内随一の五千株を超える群生状況が、神秘的かつ圧巻である。他にも、同県下高井郡山之内町の北志賀高原にある、 竜王マウンテンパークや道県北安住郡白馬村の白馬五流鉱山植物園、山梨県北都市の清里高原にある公益財団法人キープ協会ファームショップ周辺、北海道札幌市北区の百りが原公園や道、苫小牧市のイコロの森などで100株から300株の群生を鑑賞できる。いずれも毎年6月から7月が見頃だが、 開花期間が短い上その年の気候状況により、開花時期が前後ずれ込むため、注意確認が必要である。原産地のチベットなどでは種子を食用にしたり、前草を薬用や乾燥させ、漢方に用いたりするが、多くの現地人からは、一般的に薬すら食べない差しだらけの厄介な雑草という扱いをされている。もっとも標高の高い地域に算する M ホーリドゥーラは、 ブータンの国家に指定されている。本属に含まれる種には和名がついていないため、代わりに学名の金読みを付す。なお、英名の付されている種は、園芸種としても栽培される。メコノプシスベトニキホリア、メキナプシスビトナスイホリア、フランチメコノプシスベトニキホリア、ヒマラヤンブルーポピー。一般に、ヒマラヤの青い消しといえば、本種を指し、英名もそうなっているが主産地は、 中国雲南省北西部の鉱山地帯である。多年生であるため、一度根付けば、種から育てる必要はなく、その点栽培の難しい本族の中では、栽培しやすいと言える。ただし低地で栽培した場合は、紫外線の影響もあり、花色の青は薄らぐ傾向にある。園芸品種には、白花種やエムグランディストの主観雑種、メコノプシスシェルドニ、メキナプシスシェルドニー、 G テーラーといったバリエーションがあり、愛好者の間で広く普及しているが、野生下では、むしろ希少種に属する。メコノプシスカンブリカメキナプシスケインブリカビング、メコノプシスカンブリカウェルシュッポピー唯一のヨーロッパ産種で、原産地はアイルランド、イギリス南部、フランス西部、イベリア半島北部だが、ヨーロッパ各地で、園芸用に栽培されていたものが輸出して、分布を広げている。 歌色は木またはオレンジだが、園芸品種には、朱色のものがある。種商名のケインブリカは、ウェールズのという意味のラテン語。近年の遺伝子に基づいた研究で、この種は、ケシ属に含むのが妥当という結果が出ており、またこの種が、メコノプシス属の模式種であるために、メコノプシス属そのものが消滅することになる。研究論文の著者たちは、アジアのグループは、エムベローザ。 M キーリデナイフォーリア、M スミズアナを含む少数は、キャスティャ属とし、残りの多数は角の解明を防ぐために、この中から新たな模式種を設定し、メコノプシス属の故障を保護すべきと提案している。メキナプシスキーリデナイフォーリアバー、フランチ。メコノプシスケレドニフォーリアタネ商のキーリデナイフォーリア、は、アジア全域に分布する草の王に似たという意味で、 草の王に似た葉をつけるところから命名された。木花を咲かせるところも草の王に似ている。メコノプシスグランディスメキナプシスグランディスプレイン。メコノプシスグランディス本属中最も大きな計10センチメートル余りの花を咲かせ、ベトニキフォーリア同様多年生で栽培が容易なため、本種も園芸用によく栽培される。主産地はヒマラヤで中国には産しないので、ヒマラヤの青いケしの名は、 エムビトナスイホーリアよりも、むしろ本種にふさわしい。地域や個体による変異が大きく、それらの要素により、過色も、薄い紫から深い青までと、様々に変化する。メコノプシスホリドラメキナプシスホーリドゥーラフック。F& トムソンメコノプシスホリドラ高山地帯であるヒマラヤでも、標高4000メートルを超えた地域にしか生えず、本属種としては最高所でも観察されたことがある。 天井の妖精、幻の青い消しといった異名があるが、棘だらけなので花がない時期はとてもそんな風には見えず、生息域の標高が非常に高く、人目に触れる機会が少なかったからこうした名称がついたように思われる。分布域は中国奥地からヒマラヤまでと意外にも幅広く、近年になって経済発展、一い中国では、 標高4000メートルを超える地域にまで高速道路が通じたので、そうした地域に行けば道路の路肩でも見ることができる。ただし生育には数年を要し、多数の株が1年生なので栽培は難しいとされる。ブータン王国の国家に指定されていることから日本では国際下と緑の博覧会のブータン館に出品され、一躍有名になった。花色はかなり紫がかった青だが、 格子色のものもある。メキナプシスランセフォーリアフランチ、エクスプレインメコノプシスランキフォーリアミャンマー北部を原産とし、中国甘粛省南西部、雲南省北西部のチベット南東部地域、四川省西部など、中国西部の鉱山地域に分布する。日当たりが良く、石灰室で十分な湿気を含む土地を好み、草丈は8から20センチメートル程度で、葉はわずかに尖る。 カキは6月から8月上旬頃で3 5トルほどに伸びた花工の先に直径3から8センチメートル程度の花をつける。花色は一般に M グランディスや M ホーリテューラに比較してかなり濃く、濃い青から紫、藍紫などでピンク系の色が出ることは稀、単性色を呈することはさらに珍しい。花が終わり結実すると花工は4 2トルにまで、 達することもある。メコノプシスパニクラータメキナプシスパニカラタプレイン。メコノプシスパニクラータ東ヒマラヤ一帯が主産地。草丈が2メートルを超える本属中裁大衆の一つで黄色い花を咲かせる。花色以外は口実する M ナポーレンシスと極めてよく似ている。なお英語版ウィキペディアに掲載されている M ナポーレンシスの図像は花色から M ナポーレンシスではなく本種であると推察される。メキナプシス・ナポーレンシス DC。メコノプシス・ナパルエンシス・ネパールポピー。サテンポピー名の通り、ネパールを含む東ヒマラヤ一帯が、主産地。草丈が2メートルを超える、本属中裁大衆の一つで、孔子系の花を咲かせる。イギリスでは、園芸用に栽培されているが、その多くは、M パニカラタとの主観雑種である。 メコノプシスシンプリシフォリアメキナプシスプニシャマキシム。メコノプシスプニケアレッドポピーシンクの垂れ下がった花びらが特徴的な種で中国西部を中心に広く分布する。本属中、花色がシンクなのは本種だけである。多種に比較してかなり標高の低い2000メートル台でも生育でき、周囲に遮るものがない日当たりの良い場所を好み、6から9月と夏季が長く、 鮮やかな紅が目立つことから、自生地ではよく目にできる。中国では、四川省の横領、四空に安山といった観光地や空港からそこへ向かう道の路肩でも頻繁に見つけることができる。英名が付されているが、花色が青い消しのイメージに、真っ向から反するシンクなのであまり人気はなく、栽培株を見る機会は少ない。日本では、北海道で栽培が可能である。 発芽率を良くするには、新鮮な種子を秋に発種することが大切である。はじめはポットで育てて、ある程度の大きさの苗になったら、半日陰の地植えが望ましい。多年草と言われているが、花が終わるとともに脇芽も枯れてしまう場合が多い。人工受をしなくても欠実するので、毎年種をまくのが良い。発芽した翌年には、ほとんどが開花する。花びらは4枚から5枚がほとんどだが、 たくさん育てると10枚以上の多弁花も開花する。メキナプシスクイートゥプリナービアレイグルメコノプシスクイントゥプルネルウヤエムプニシャに似ており、分布域もほぼ同種に重なるので同種の亜種に分類されることもあるが、ずっと小型で、花色も青紫色系である。またエムプニシャと異なり花びらが平らかいする株もある。本種も視線症の横領といった観光地で見られるが、その自生場所は、 エムプニシャよりずっと標高が高い。メキナプシスシンプリシフォーリアワルプ。メコノプシスシンプリシフォーリアブルーポピー成果を咲かす。種としては最初にヨーロッパに紹介された。標高3500から4000メートルの臨床に生え、成果を咲かせる系統と赤紫色の花を咲かせる系統がある。イスウェルシュポピー。メキナプシスケインブリカビグ。 トゥルーリー・エー・メキナプシス・ヨアキム・ W ・ケイドレイト・クリス・ディ・ープレストン・フランシスコ・ J ・バルチナ・ニュージャーナル・オブ・ボタニー・ボリューム1・イシュー2・2011ありがとうございます。